やりますわね。灰色の騎士もさすがだが、それ以外の雛鳥も結構やるな。黒ウサギにバンダール流、それ以外も粒が揃っているわね。さすがの腕前だが。でもなんとか届かないわけじゃないわ。このまま一気に押し切ってやるか。調子に乗るんじゃありませんわ。ここまではあくまで小手調べです。何？この上まだ余力があるというわけですか。ええ、本気の彼女たちはこんなものではないはず。ああ、気を抜くな。戦術リンク？いや、別の何かだ。気をつけて、僕もあれにやられたから。成功陣を披露するのも久しぶりかしら。我ら敵機体が結社最強とも謳われるゆえ、その身で存分に味わうといいですわ。その必要はありません。お戻りでしたか。もしかして結社の七使徒の一人。見くらう蛇が第七中、鋼のアリアンロードと言います。トールズ第二仏校獅子神皇帝の意志を受け継いだ生徒たちに共感でしたか。なんだ、そこに存在するだけで、喋るだけで感じるこの圧力。来い、バリマール。え、いきなり。出し惜しみできる相手じゃない。7組総員、ミリアムを救出してここから撤退してくれ。良い判断です。ですが間が悪すぎましたね。しまっ、瞬間転移。バリマール。これも良き機会です。八葉の一端の担い手にして灰の起動者の力のほどを。これはマジかよ。ユーナ、預かっておいてくれ。教官、これって。それがないと教官は。以前から一度手合わせ願いたいと思っていた。内戦時でも見せた。八王一刀流中伝リーン・シュバルツァ、全身全霊をもって武の修行に挑ませてもらう。息やよし、それでは行きます。来なさい、ハイノライザー。俺の番だな。行くぞ。くらめ。俺の番だな。構えろ、防御陣決心。俺の番だな。くらめ。
した代償か。完全に暴走したら帰るしかなさそうね。さてどうしますか。そのまま完全なる鬼と化すか、逃げるか、我が軍門に下るか。せめてミリアムと生徒たちを逃がせれば。だったら俺自身などさせるか。黙ってろ。ふざけないでください。いつも自分だけいい格好ばっかり。ここで前に出なければヴァンガールは名乗れません。これ以上かっこよくなられてもちょっと困ってしまいますし。ですから教官は私たちが守ります。悪くない。ですが甘すぎる。少しは現実を知るといいでしょう。そこまでにしてもらおう。タカ。その肌の色。ノルドの一族。旧七組の最後の。久しぶりだな、リン。ミリアムとは先日の通信以来か。ガイウス、ガイウスなのか。間に合ったんだ。こうなったら僕も。ミリアムさん、やった。ごめんごめん、手こずっちゃった。なんて力。鉄血の白ウサギ、少しばかりや侮ったか。そしてノルド出身の旧七組ガイウス・ウォーゼル。しかしその雰囲気は。その若さにしてその佇まい、その風格、灰の起動者とは別の意味でただ人ではなさそうですね。あなたの足元にも及ぶまい。だが
俺の全力をもって彼らを逃がすことはできるつもりだ。いいでしょう。なんて能力だ。霊力の充填も完了。舞台も一通り整いました。遊郭の若獅子たち、底な知性の代理者も、せめて今宵くらいは安らかに眠るといいでしょう。戻れたか、リエン。よかった。まったく無茶をする。教官、いくらなんでもあんなことは。すまない。だが文句は後で聞こう。出てきてもらおうか、青のジークフリード。知性の代理者。やれやれ。え、まさか。どうやら聖女には最初から気づかれていたようだ。まだまだ甘いな、俺も。そしてお前たちも。ああ、否定はしない。どうやら結社と対立しているのは確かなようだな。この島と峡谷地帯の争いでそれぞれ何を狙っているんだ。何よりも、どうしてそんな仮面をつけている。それは聖女も同じだろう。答える義理はない。付き合う必要も。待て。新旧7組それなりだが、実力不足は否めまい。うごめくは私兵の群れ、そして至高にして伝説の存在。今回ばかりは指をくわえて眺めていることだな。改めてノルド出身の旧7組ガイウス・ウォーゼルだ。見知りおきネガオ新7組のみんな。